はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。今回はメンテ直後の最速機体紹介動画となります。多分ね、最速、オレンジさんがね、もうやってるかもしれないんですけど、はい、一応最速という体でいきます。はい、情報修正された2機体をね、紹介しようと思います。はい、こちらガンダム最終決戦仕様と、もう一つパーフェクトジオング、こちらの2機体が今回のメンテナンスで情報修正された模様です。はい、待っておりました。はい、こういう風にね、はい、改造も、はい、スキルもね、エース必殺も持っております。まあパイロットのレベルとね、カスタムパーツつけてね、この辺つけていない以外は万全といった感じでございます。はい、ではね、まあ言うてね、でもね、僕あんまりね、この最終決戦使っていないのでね、前のステータスをね、メンテ前にチラッと見ただけでね、正確に把握しておりません。はい、ただどんな感じになったのかだけをね、お見せしようかなと思います。ではまあどうしようかな。マックスステータス、ガンダム最終決戦仕様、総戦闘力が9990、一番にはね、届かなかったんですね。で、9999でもないと。なるほど、9990でございます。確かね、前の総戦闘力が8900とかだったんですよね。8990台だったのはなんとなく覚えてます。はい、で、数値の方はまあこんな感じで万能タイプですね。で、適性がね、水中も丸っていうのがいいですね、この機体。では必殺技を見ていきましょう。ハイパーバズーカ連続射撃、全体攻撃、実弾属性ひるみ、味方全体回避上昇、軌道上昇。はい、というわけで、おそらく回避上昇、軌道上昇が追加されたんじゃないですかね、今のパリー環境に合わせて。まあ、確実に軌道上昇は追加されておりますよね。で、回避上昇がどうだったのかな。でもこの2つがなかったとなると、本当にひるみだけになりますよね、必殺技が。でも昔の機体だからこんなものだったのかな。回避上昇、軌道上昇が追加されたんですかね。まあそんな感じで、まあパリー対策っていった感じですね。で、スキル、ハイパーバズーカ、前方範囲攻撃、実弾属性、回避低下、命中低下。で、ここもね、回避低下、命中低下が追加されたんですかね。全部なんというか、おそらくなんですけど。で、発生確率がね、まあ、昔の機体は結構低かったのが多いので、高くなってますね。どっちにしろ。90%。で、減少率も 40% と。まあ、本当に対パリって感じですね、この仕上がりは。で、もって、ハイパーバズーカ3連射。ランダム攻撃、実弾属性、ひるみ、味方全体、命中上昇。もうね、覚えてないです。ただ、命中上昇、なんかね、全部追加されてる感がありますよね。まあ、もともとあったにしても、発生確率がね、かなり上がってるはずです。で、100%、上昇率 50%、上昇率もね。もう、とにかく、本当に、パリに合わせた感じの仕上がりですね。はい。で、戦闘支援、味方全体、ビーム攻撃上昇、実弾攻撃上昇、ビーム防御上昇、実弾防御上昇、軌道上昇、めちゃくちゃ持ってますね。で、発生確率 100%、上昇率 50% と。まあ、もうどれが追加されたか分かんないけど、軌道は多分ね、追加されてる。ね、すごいですね。で、発生確率もかなり上がってというか、もう 100% になっております。上昇率も高いですね。で、もって、支援、射撃、ガンキャノン。全体攻撃、実弾属性、味方全体回避上昇。で、ここでもまた回避上昇が加わったのかな。もうとにかく本当この全スキルに回避、命中、軌道ね。回避、軌道、回避、命中、命中、軌道、回避とね。すべてにおいて対パリって感じですね。パリと合わせても使いやすいといった感じでございます。でもって、あとはエース必殺ですね。それはこっちで見ていきましょう。はい。で、これ。連続攻撃。
仲間のガンキャノンを呼び出し前方の敵を攻撃する。まれに命中性能と回避性能を低下させる。はい、ここでもまた命中回避ですか。前方範囲攻撃、実弾属性、多弾攻撃、ひるみ、回避低下、命中低下と。はい、どうだったのかな。エース必殺だからある程度以前も強かったはずなんですけども、なんとなく回避と命中が追加されてるような、ね、仕上がりですね。で、発生確率、これはね、星4の段階なんですけど、87.5%、減少率が 46.6% ですね。まあ、100% と 60% ぐらいになるのかな。ちょっと、これで見てみますか。ほい。これか。効果値。ああ、なるほど。発生確率最高 90%、減少率最高 50% ですね。星4とそんなに変わらないか。なるほど。まあ、こんな感じでございます。ガンキャノンが出て、おお、ね、ガンダムのウルトラシーみたいなね、感じですね。はい。なるほどです。本当にザ・パリって感じの、期待になっちゃいましたね。回避、命中、軌道、すべてにおいてついてくるといった。本当に、そういう、パリにも使えるし、対パリにも使える、そんな仕上がりになったのが、このガンダム最終決戦仕様なのかなと、パッと見、思いました。はい。そう、今日ね、7月8日ということで、ガンダムの日なんですね。RX78 にちなんで、78、7月8日、ね。そんな、豆知識でございます。まあね、ガンダムファンなら知っている人が多いかな。で、次なんですけども、ほい。パーフェクトジオン、はい。こちらもまた情報修正されました。で、もちろん僕はね、はい、こういう風に、はい、完璧に仕上げております。はい。まあ、ここはね、こことパイロットとかね、サポートキャラをね、やってないですけども、はい。まあ、そんな感じで見ていきましょうか。マックスステータス、ドン。総戦闘力1056。こっちは1万超えておりますね。前が、どうだったかな ?9000 とかかな多分1000ぐらい上がってる。で、防衛型ということで。防御力3000いってますね。で、HP も4万いっております。で、こちらもまたね、ジオングなんだけど、まあ足が生えてるということで、ね、水中でも使える。ね。で、宇宙よりも地上の方が20までといった具合ですね。で、もって必殺技、一斉射撃、オールレンジ、前方範囲攻撃、ビーム属性、ひるみ、味方全体、ビームダメージ軽減、ビームダメージブロック。前回がどうだったのか覚えてないんですけども、ビームダメージ軽減とビームダメージブロック。ね、ダメブロはもちろん追加されております。ダメージ軽減どうだったのかな?本当に何もなかったのかな?昔の機体は。で、ダメブロが7500以下なんですけれども、まあ、軽減が入ってるので、軽減率 70% が入ってるので、かなり抑えられそうですね。はい、キック。はい。後方単体攻撃、HP が一番多い敵、実弾属性、スタン付与。味方全体、スタン耐性付与。どうだったのかな?スタン付与はあって、追加がスタン耐性付与かな?まあ、もう予想って感じですけど。はい。で、スタンの発生確率が 80%。で、耐性の方は 100% ですね。これはなかなか、相手にスタンを与えて、こっちはスタンされないよといった、なかなか面白い、いいスキルなのではないでしょうか。で、優先制御式メガ粒子砲。前方範囲攻撃、ビーム属性、ビーム攻撃低下、実弾攻撃低下。どうかな?追加されたのかな?デバフ。まあ、もともとあったにしても、発生確率が格段に上がっているはずですね。90%、減少率 40%。はい。で、優先制御式メガ粒子砲、オールレンジ。後方範囲攻撃、ビーム属性、ビーム攻撃低下、実弾攻撃低下。こちらも同じ。だけど、まあ、前方範囲と後方範囲の違いですね。あとは、威力。
威力が若干こっちの方が低い、こっちの方が若干高い以外は 90%、40% 同じでございます。で、最後メガ粒子砲腹部、直線範囲攻撃、ビーム属性、味方全体ビーム防御上昇、実弾防御上昇、バフがあったのかどうかが分かんないんですけど、確実に上がっておりますね。発生確率が 100%、 上昇率 40% と、まあ定番なバフの仕上がりでございます。でもってエース一冊見ていきましょう。はい、連続攻撃、これはさっきの最終決戦と同じ名前かな。で、味方全体の実弾ダメージを軽減し、実弾ダメージブロックを付与する。さらに完成した脚部によるキックと頭部のメガ粒子砲で後方の敵単体を攻撃し、敵をスタン状態にするとね。はい、後方単体攻撃、ビーム、実弾属性、ひるみ、スタン付与、味方全体、実弾ダメージ軽減、実弾ダメージブロック。なるほど、ダメージブロック機体になりましたね。で、軽減も同時に行うのでかなり防げますよと。で、ついでにスタンを単体にね食らわせるといった感じでございます。星4だと、スタンの発生は 100% で、軽減率が 64.9%、 ダメージブロックが6314以下ってことは、軽減率 70% とダメブロ7500以下ですかね。見てみますか。はい、ね、軽減率 70%、 ダメブロ7500以下ですね。こうやってね、まあ流星キックで最後顔でね、ビームをね発射するといった感じでございます。これね、見栄え的にいい必殺でございます。はい、とまあそんな感じで、まあこっちの機体はあれですね、まあダメブロ、そしてまあスタンといった感じの機体でございますね。まあ今の環境だとやっぱりガンダム最終決戦仕様の方がね、はいね、パリに使えるということで、こっちの方が結構活躍してくれそうな感じはします。まあなのでこいつちょっと使ってみたさはありますね、実弾編成に合わせて。せっかくこれ僕強化しているので、ちょっとアリーナの方でやってみようかなと思います。はい、でさっきちらっとね、メンテ直後のトップ画面見たんですけども、来週 GAA グランドアリーナアナザーが、ね、始まるみたいですね。やっぱりといった感じで、まあ約1ヶ月後に来ましたね、前回から。はい、まあそこでもこいつが適性がね、水中適性が丸ということなので、使えるんじゃないかな。まあいろいろまたね、考えた編成で戦っていきたいなと思います。またその GA 動画をね、全部頑張って毎日3試合やろうかなと現段階では考えておりますので、またそっちの方よろしくお願いいたします。まあ今回はね、取り急ぎこの情報修正2機体の機体紹介動画となりました。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジークジオン。